はいどうも皆さん、ユハバンはユハイチャンネルハイです。ということで今回なんですけども、エイリアンデッキね、使っていきたいと思います。まあなんですけど、このエイリアンデッキは、これね、メソポタビア文明採用することによって、最初特攻人形ジェニーとかザビバレルでハンデスしながら、今ね、トリーバライフとか流行ってるんで、リップル、探索をメタリながら、ハンデスしまくって横展開して、呪文を封殺して最後ザビミラでガローズデビルドラゴンで勝っていくっていうね、めちゃくちゃ盤石なデッキになってますんで、ぜひねこっちかぜひね皆さん使ってみてください。そしてね、大会今月の11月19日土曜日のね夜9時から第3回ユハイリスナー最強決定戦やりますんで、ぜひね概要欄からエントリーねよろしくお願いします。ということで早速試合の方に行きましょう。行くぞ。はい、ということで対戦の方よろしくお願いしますと、さあオープニングハンドなんですけども、ガガアルカディアス、ガガコロリン、ジェニーセブコアクマン、ジェニーガガコロリンでね始まった、ちょっとポーカーだねこれは。もうちょっとしたポーカーだ。で相手がねもうマットロックチェスターなんで、まあ特攻人形ジェニーはまあ墓地、あビーロマも入ってる形か、なるほどね。まあ、ちょっと墓地小屋市のね手伝いにもなりかねないんですけど、まあ序盤のねまあ、ディミトリであったり、ベリアルであったり、まあ、プライマルであったり、まあ、そこら辺のね、序盤のキーカードを落とせれば、まあまあまあいいかな。できれば、プライマルをね、落とせれば、マジで強かったんですけど、次、ベリアルとか来んのかな、まあ、?3 マナ使ってさ、特攻人形ジェニーであれば全然大丈夫だわ。できれば、ガガアルカディアス2枚あるんで落としてください。こっちは。あざす。トップがガガピケランなんでさ、リソースも回復できる。これね、水マナ引けたらもうほぼ勝ったと言ってもね、過言ではない。さあ、ミルがいいと。さあ、ガガ、すんごいもう同盟カードが。もうポーカーのね、癖がすごいんだから、本当に。なんで、お相手し4マナ。プライマル落とせたのはでかい。さ、ビーロマ。シークレットで差をつける。さあ、ベリアルはもうこれトップだろ、このベリアル絶対。さあ、2枚墓地を肥やしていけますかと。あ、強い。ディスミルニア。水マナ確保という点では、かなり偉すぎる。さあ、ガガピカラの能力でワンドロー。さあ、メソポタミア文明なんですけども、これトリーバとかに結構刺さるんですよね。トリーバに、ジェニーとかでハンデスしまくって、これね、メソポタミアを出すことによって、もうリップルとかの探索をね、防ぐことができる。だからマットロックに関しては、うんちなんで、さあ、一旦これセブコアクワンで、リソース。もう実質これ3枚ドローなんで。あー、よっこいしょ。最強ですね。セブコアクワン、ドラグーン、そしてガガアルカリアス2枚目と。で、まあ次のターンにガガアルカリアスを盤石の着地、まあ闇のオーダーで、まあ処理はされてしまうんですけれども、まあ一応ね、呪文はメタれますよと。さ、シューティングホール。ブーストグレンを、なるほどね。で、これで一応、まあセブコアクワンを処理してくるのかな。はいはいはい、まあ処理していきますが、まあそのブーストグレンをそこまで痛くも痒くもない。これってエイリアンじゃないから、ハンターなんでね。ガガアルカディアスは防げません。呪文は使えません。だからビーロマ特攻がちょっとうざいくらいかな。だからビーロマ、あ、3点パンチ食らう分には全くもって問題がない。まあこのトップディスミルニアのせいでちょっとマナに置くもの。まあいいか。ガガアルカディアス、まあ闇のオーダーがちょっとあれですけどね。まあでもハンド1枚しかないんでね。闇のオーダー大切にしてるって、ガガアルカディアスを見て、闇のオーダーを大切にしてたよっていうのであれば、賞賛の拍手を送りたいですけども。さあ、これで一応もうあなた、あー、もう、ろれつがブス。相手はね、もう、マナタメポットになるだけなんで、ビーロマも多分4投なんてしてないと思うんで、さあ、あとは僕はザビミラを引くだけなんで、これはもうセブコアクマンで、めちゃくちゃドローしていきましょう。相手は呪文唱えられないから、闇のオーダーを引くまで、さあこれもまたデストラーでも引いたので最強すぎるな。盾も追加しながら。で、まあ、特攻人形、ジェニー、ザビ、バレルなどで、ハンドもね、すべて焼き落とせるので、なんなのその3枚。めちゃくちゃ気になってね、夜しか眠れないんですが、さあ、ザビ、バレル。なるほど。まあ、あんまり盤面は圧迫したくないよね。なんで、難しいっすね。まあ、でもマットネスとかもないから、言うて、ストラーで出す必要性もあんまなさそうだね。まあでも何もしないっていうのもね、あれなんで、まあ一旦これブロッカーになってくれるんでね、ビーロマよと、殴ってこいと。スレイヤーのブロッカー立てておきながら、
いや、ザビミラを引きたい。本当に早く。ザビミラさえ引ければ、基本的に勝つ。相手、まあ、ビルジニアも落ちてて、アイン系とか入ってなさそうだけどな、この見た感じ。アウト？アウトを見てしまう。ここでデストラデを出さないならば、基本的にアウト。マットロックチェスター複数体出された。やっぱ闇のオーダーがちょっとね、相手別にマナもそんなに溜まってるわけじゃないんで、基本的に勝ったかなと。あとだって、縦14でしょ？縦じゃないわ。縦14はね、さすがにスターマンもびっくりだわ。山14なんで、でザビミラ1枚も見えてないんで、1枚縦落ちだったとしても、そろそろ来てもいいと思われる。まあ、次デスゲード打ってね、セブコアクアン蘇生して、まあ、リソース回復するっていうのも手でありますけど、でマットロックチェスターを、あ、まあまあ出してきたとしても、まあ、全然ね、ガガアルカリアスがいる状態での、まあ、よかったわ、ディスミルには出しといて逆に。殴ってくるときにね、ブロックできるんで。はいはい。で、地獄門デスゲートかな。さあ、まあでもな、マットロックが別に3点パンチでいる分には何ら問題はないが、一旦デスゲートで、ここでザビミラを引きたい。いや、エイリアンのこのね、盤石力半端ないな。安定感が団地だね。すんごいこいつの蘇生ボイス舐め腐ってやがるな、人類を。ガガアルカリアス2枚目を確保したので、これで一応闇のオーダーが出てきたとしても大丈夫にはなりましたね。もう1枚が。もう盤石ですよ、これ。で、あと山10。ダービーミラを引きたいんで、相手もこれアウトすんじゃねえかなってちょっと思うんですけども、マジで引かねえな。縦、なんかもうこれガガアルカリアス出してさ、2体目。いったデスゲートでベリ、あ、どうなんだろうな。これなんか打点で勝ったくせえけどね、これ。デスゲートでベリアル破壊して、呪文使えないしね。でもここで闇のオーダーとか出されて、イーサルターンずれて、最初のターンマットロックチェスターでぶちのめされるのが一番ゲセないから、何が一番負けないか。いや、難しいな、このタック。マジ、どこにいんだ、ザビミラ、マジで。さっさと来てくれないか。まあ一旦、まあ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 。で、次デスゲートで行くよっていう鉄の石か。さあ、聖なる力を我が手にとは。さあ、そして、ゴマナ。まあ、相手もなすすべないんじゃないか、マットロックって。こっから入れる保険あるんですか？そう、やっぱ2体目。このガガアルカリアス2体目、相手地獄なんじゃないか、これ。まあ、2枚目あるんかいなと。いや、相手、絶対に思いましたね。で、相手もヤバフラ2なんで。で、タイミングバッチシです。ザビミラさんと、こんにちは。で、これはもう、ザビミラで、もう、だってガローズデビルドラゴンで、もうガーガアルカリアスとか関係なしにいけるし、まあ4体生贄に出すことによって、あとはもう、ワンショットなんでね、呪文使えないしで、ほぼほぼ買ったくさいか。さあ4体生贄にして、深海ヤヌスとガローズデビルドラゴンを蘇生して、基本的に勝ちましたと。さあヤヌス、ザビリゲル、あぶね、ハイドラギルザウルス、セブカイザーで、入っておるで、対戦。あとショップ！はい。ってことで対戦の方よろしくお願いしますと、オープニングハンドなんですけども、ディスメルニア、デスゲート、ザビミラ、ザビバレルでね、始まったオープニングハンド。まあ、ディスメルニア置いてかな。とりあえず水マナ確保で、セブコアクマンさえ出せればって感じだから、特攻人形ジェニーか。じゃあジェニーで、いや、トワリュウがいる？やっぱりね、トワリュウ、やっぱマットネスハンディスに強い。もしかしたらトワリュウとか、そういうザクピとか入ってるようなデッキタイプには、あんまりジェニーをね、強気に出したくはないんだけども、まあさすがに4分の1は当てないでしょうと。でもこれトワリュウ来たらね、爆速でリタイアするだけなんで危なすぎるね。はいはいはい。ちょっと緊張するんだよな。トワリュウ絶対に入ってるから、でも4投されるようなカードじゃないからね。まあ、2枚くらい、そんなね、初手反応から持って、ないでしょ。あ、でもトワリュー入ってないな。これワンチャンこれアンタッチャブルとかでゴリゴリ来るタイプのヤーツだと思うので、次4マナになるんで、もうザビバレル連打して、多分入ってないと思う。さあ、フェアリーホール。で、多分フェアリーホールで、アンタッチャブルで、まあ、バルザークとかね、
そこら辺でビート刻んでくるよっていうデッキタイプだと思うから、とりあえずザビーバレルを出してブロッカーでね、アンタッチャブルとかブロンズのビートをね防ぐっていうプレイングしていこうか。この1枚何か分かんない。これトワリューだったら相手も天才崇めるしかないわ。好きだらけなのだろら。あ、X ね。あ、OK。ロレツがもうブスすぎるけども。さあ、好きだらけですよと。で、これで一応ビートプラン。あとね、7マナ貯めればいいだけなんで。はい。さあ、フェアリーライフ。さあ、トップが、ガガールカリアス。なるほど。いや、これ、うわー、エモいもの引いたな。呪文確かに防ぐの強いんだけど、まあダメだな、もうザビミラの、あと2ターンでガローズデビルドラゴンで決めきるよっていうね、鉄の意志見せなきゃダメだわ。さあ、コルテオ。まあ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 、意味ないもんな、もうコルテオは。さあ、地獄門デスゲート。もう次が、メルニアじゃなかった瞬間に、勝てます。はい、ガローズデビルドラゴンで、でもアンタッチャブルバウンスできないのがね、あれなんですけど、まあ相手は X だったり、さあコルテオもここで満を持して出してきますと、殴ってこい。もう殴ってきたらこっちのもんよ。まあ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 、殴りはしないと。さあガガピカランなんで、であればもう焦る必要性はないわ。ここで殴ってこないんだったら。じゃあもう深海エヌスも出して、ワンショットするよっていう、もう鉄の石見せましょうか。あー、なるほど。打点として出しとくか。もう焦る必要がないんだよね、もう。まあ、殴って来られてたら逆にこっちはもうザビミラで行かなきゃいけなかったけど、まだねリーサルはないので相手的に、なんでも焦らず焦らずゆっくりとこっちがリーサルを取っていきましょうと。さあザビバレル置きまして、さあ行きましょうザビミラで。これで4体破壊すれば深海ヤヌスと、まあ、ザビミラ、そしてガローズデビルドラゴン、まあ、打点がかなり揃っていくので、まあトリガーをね踏まない条件ですが、まあでもバウンスできるんで、ブロンズと、なんだっけ、これ、コルテオは。バウンスできるので、まあ、一気に詰められるっていうこともなさそうなんでね。いや、この、いや、エイリアンって本当に強いよね。横展開して、ハンデスして、もうガローズデビルドラゴン、ドーンだから。で、ヤヌスでスピードアタッカー。で、これでザビビラもスピードアタッカー。さあ、追加打点、めちゃくちゃ準備して。これ、まあ、トリガー1枚。まあ、コルテオとかだったらきついけども。ここでコルテオとかを踏み切っておきたい。コルテオ2枚上か？ここでね、何踏んだか分かんねえのがちょっとね。さあ行きましょう。さあ2点パンチで、さあある。まあなんで、あーダメだ。DNA はダメだけれども。だからこっから入れる保険あるんですか？あるんですよ、つって。オルバルザーク X ならね。これ XX で負けだな。こんなことあるでも。さあ、ブロンズ置いて、さあ、ジオブロンズ、引きに行ったって感じかな、X を。8マナ、ジオブロンズ。であれば勝ちかな。さあ、ゲンジで、X ゲンジとかでも危なかったけども。はいはい。でもさすがに、ゲンジ1枚じゃ、返せないということで。こうなるとやっぱね、エイリアンの、いや、ガローズデビルドラゴン、マジで汎用性高すぎるんだよね。これマジこいつのデッキ何個組んだっていうね。もう16段環境で。まあ17段環境でもね、お世話になりそうですが。さあ、ボルシャックホールでエイリアン焼かれて出てくるのがさ、アンタッチャブル4兄弟。いかれてるようなこいつは。性能はね、マジぶち壊れなんで。さあ、これはね、もうガローズデビルドラゴンで相手はね、トリガーが使えないので、で、アンタッチャブルはね、バウンスできないと。いや、この短足ロボット強すぎるんよな。さあ、ってことで、ダイレクトアダック対戦。アドショップ、はい。ってことで対戦の方よろしくお願いしますと、さあオープニングハンドなんですけども、デスゲート、デストラーデ、ガガールカリアス、特攻人形、ジェニー、そしてザビグラスドラグーン、ザビクラズドラグーンか。めちゃくちゃ言いづらいな。大体ハンターですね。中堅8個置いてきたんで、まあ基本的には8個置いてきた。そう、相手プレミだね。こっち、特攻人形、ジェニーいるんで、まあ出花くじく、まあ速攻はね、かなりリソース。かなり早めに切れるんで、いやこれ8個置いたのは相手かなりプレミなんじゃないかと。さあこれデスゲート受けまして、特攻人形ジェニーで、まあ、しっかりとハンターの出花をくじいていく。さあまた遊ぼうねとは。